今回は70代の男性の方からの質問です。たまに頭が痛いことがあります。放っておくと、いつの間にか何も感じなくなるので、大丈夫かなと思っているのですが、どの程度の痛みになったら病院に行った方がいいのか、見極めが難しいです。痛い時に行かないと意味がないのかなと思うのですが、 病院に着いた頃には治ってしまっているのであれば、言っても仕方がないかなと思いずっと放置をしています。目安があれば教えていただきたいのです。お願いいたします。うん、そうなんですよね。まあ、頭痛持ちの方結構いらっしゃいますもんね。そのまあ、よく一般的に頭痛持ちって言われている人たちは、まあ、一時性頭痛って言ってよくあの偏頭痛、それから緊張型頭痛、それから群発頭痛。 っていうののがままああ一時性の頭痛なんですね、まあ、よくある頭痛自分は頭痛持ちだっていうのがこのだいたい3つになります。うん、で偏頭痛っていうのはなんかまあ多いですからよくね皆さんわかるかもしれんこうもうズッキンズッキンしてきてなんかこう脈打つような痛さズキンズキンズキンとか光とか音に敏感になってなんかそれで頭痛くなってきたりとかあとはまあ吐き気がしたり偏、まあ、頭痛は結構女性に多いですけどね。まあ そういうい頭痛が変頭痛で緊張型頭痛というのがこう頭がこうグーッと締め付けられるような頭痛ですね、まあ、ストレスだったり寝不足だったりとか運動不足があるとそういうふうになりやすくなるでもう一つ群発頭痛というのがあの伊豆の群発地震あったじゃないですかそれみたいな感じでまず目の固めですよ固めの奥がめちゃくちゃ痛くなるんですもうでもう涙とかあの鼻水が垂れ流れるような。で 短ければ15分ぐらい長い人は3時間ぐらいそれがほぼ毎日続くんです。そうでそれがまあ12か月毎日続いてっていうのがまあ群発頭痛っていうんですけどまあそれはどちらかって言ったら男性に多くて、まあ、特にこうお酒飲んだのがこう引き金で起こりやすくなるっていうのはまあ教科書的に説明するとそんな感じですね。でこれがまあいわゆる自分は頭痛持ちだっていう人たちの頭痛。で まあこれはもうみんな何回もなってるから慣れてるしああまたこれだとか痛み止め飲んでなんとか、まあ、今頭痛外来というのがあるぐらい本当に頭痛に特化しててもうただの痛み止めじゃなくていろんなもうその方に合った頭痛薬というのがあるからあのー、ねあんまりこう頭痛で,で悩んでる方今頭痛外来に行って合ったものを処方してもらえるのが一番いいと思います。 もう一つ、ね、痛み止めを飲むじゃないですか頭が痛いと思ってで逆にその痛み止めを飲みすぎたその反動で頭が痛くなるっていう薬物乱用頭痛っていうのがあってだから特に女性とか頭痛いからすぐ痛飲む方が多いので、あのー、痛み止めをこう頻用に使っちゃうじゃないですかそうすると、あのー、痛み止めのその飲みすぎで飲まない時の方がまた痛くなってみたいなずっと飲まないコーヒーでコーヒーもそうですね コーヒーヒずっと飲んでる人ってコーヒー飲まなくなった時に頭痛くなってきてだからその要はまあある種なんていうのかなまあ中毒というか体がもうそれの状態じゃないと慣れてなくてそれが抜けた時が具合悪くなってっていうそうそう落物乱用頭痛っていうのが痛くなる前に飲む方聞いたことありますうううんねそうそう、まあ、痛くなってからちょっと復活するまでちょっとね時間がかかっちゃうからっていうのまあそういうまあそういう頭痛はよくあってまあ ご本人も慣れてるだろうし分かってるんですけどそのご質問になったのはどういう状況で絶対病院行かなきゃいけないねだからまず一つは今までに感じたことないぐらいのもうバットで殴られたぐらいのガツーンってしたらもうめちゃくちゃ頭痛いっていうのはもう絶対行かないといけないです。であとはなんかだんだんひどくなってくる痛み最初はちょっとあれだったんかどん,どん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 ひどくなってくるっていうとまあ 例えば脳出血の可能性もありますねちょっと最初プチって切れたところからだん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 血がじわじわ入ってきてねでそこにだんだんその来るとまくも膜下出血でも脳出血でもそうなんですけど頭蓋骨に守,守られてるから脳は中で出血すると脳圧が上がってくるじゃないですかそうするとこうあ押されるんですよね正常の範囲が。で吐き気がしたりまあ、本当に吐いてしまったりとか意識がなくなってくるってなってくる。それは本当に もうすぐ行かないといけないです。であとはやっぱり熱が伴う、う熱もあるような頭痛だと、まあ脳炎だったり髄膜炎だったりとかねその中にいってるっていう可能性もあるので、それが二次性頭痛って言われているもの。だかその二次性頭痛はもう本当に結構緊急を要するので行かないといけないですね。うん。だからもう今までに感じたことないこれはやばいっていうのは行った方がいいです本当に。あの 結構みんんな様子見るんですよねいやまあこんな夜中に行ってもしょうがないとかもういいんですいいんですもう自分の命の方が大切ですからもう今まで感じたことないずっと言とすぐ行った方がいいです本当に。にそれが何でもなかったよって言ったらもうそれでいいんです何でもなくても <laughs> ねえ本当にだからなんかちょっとろれつ回んないなとかねほんだんすぐ行けば血栓すぐね溶かしたりとかいろいろすぐ処置した方があの後遺症少ないんですけどなんかもう寝て次の日の午前中とか。 行っちゃうとやっぱりね遅くなっちゃう場合もあります,うす、ね、そうそうそう<ー>大変とと思ったら行かないといけないいいけこの方のようにしばらくこうね、まあ、横になっているかなんかでなくなるっていうことであれば性性、まあの可能性とかそうですねだからそれはいいと思います。うんですねただやっぱりまあ今のお話偏頭痛緊張型頭痛とか群発頭痛ってありますけどまあそれはこう 病名としてて分けてるんですよねでもじゃあなんで頭痛にな,りやなるのかってそこを治していかないとまたずっとこう繰り返しますからだから、まあ、頭痛が起こりやすい人は自分がどういうパターンでなるのか例えば寝不足の時の方がなりやすいとか疲れた時になりやすいとか冷え,た冷えても頭痛くなりますねあの冷えた時になりやすいのかとかあと天気が悪くなるとなりやすいのかとかあの緊張した時になりやすいんかいろんなパターンがあるからあ自分はこういうふうになると 頭痛が出るんだっていうのをちょっとある程度こうパターンを見といてそれをいかにこうならないようにそっちを気をつけるんですよだから睡眠しっかりとるとか疲れたと思ったらお風呂ゆっくり入るとか例えば天気が悪いっていうのは、まあ、今の医学の説明だとやっぱ気圧が変化するから自律神経が乱れることによって、えー、頭痛が出たりめまい、ね、がなるんだよってことなんです漢方のこっちだとあのやっぱりこう天気悪くなると空気中の水分が増えてくるから。うん 要はとい水毒の状態ににななるるかから頭痛とかめまいになるんだよってことこなんですねだから、まあ、いつもこの漢方の方の説明でいつも患者さんに言う時にはあのー、あ明日雨だなとか台風来るなと思ったらあ私は天気で水,水毒になるタイプだんだなって知って前の日からもうお風呂ゆっくり入って汗かくとか運動するとかサウナに行ってくるとか先にちょっと水はけをよくしとけばこう次の日どうせ溜まってくるから。 で、ちょうどバランスよくなるなるほど <laughs> <laughs> そうだから自分のパターンを知って知らないとなんか頭痛いから痛み止め痛み止め止めってなんか、えー、その時はその場しのぎでなんとかなるけどなんでこんなの私はなっちゃうのってところを直していかないと。あのののによると例えば脳の中の血管が 滞って、こう細くなって。いるけれども、うんうん、血流を治そうと頑張って、血流が戻ろうとするときに。痛くなるで、ねそう。そうです、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 そうです。うん、うん。だから、あのー、あれですよね。カフェインずっと飲んでる人も。カフェインの出て縮まってるんだけど、飲まなくなって、広がった、広がった時に痛くなっちゃう。うん。いや、うん、それは痛いっていうのは病的なものではなくて。こう。 治るそそううとしてい働きななので、はい、心配はないいうかそうだからちょっとその、ね、でまたそこで飲んじゃうと、うん、またそれに戻っちゃうので<ー>ちょっと休みの日だったらちょっとね、うん、こううまくでもその頭がなかな痛いのがなかなか治らないからもう思い切ってさすがにちょっとあの絶対飲まなきゃいけないの飲んでてくださいねって言ってたんですけど、まあ、ある程度すごい減らしたらそれで頭痛治ったとい,う人もいます<ー>だからその痛み止めじゃなくてもね。そうなんですよだから結構 ただいろんなお薬飲んでる方はうんなんかもう5種類以上増えてこうしてくるともうお互いの副作用がどう絡み合ってるかがもう、ね、だからとね勝手に自分で、ね、止めるわけにもいかないのでそうそうそう心臓の薬とか血圧の薬とか血液サラサラの薬ともうちゃんと意味あって出て、ね、お医者さんが出してくださってるのでもうそこら辺は勝手にむやみに。 あれはちょっと相談しながら、ね、やらららなないいと怖いですからね専門の方に相談しながらやってみてあ、まあ、頭痛が取れるんだったらいいですよねそう,そうだから例えばね高脂血症のお薬だったりその辺はちょっと運動とか食事で頑張れるんだったらちょっとそっちも自分の生活も頑張りつつ、うん、そんなにたくさん薬を飲まなくてもいいようにちょっとこう、うん、まあどうしてもの,ものはしょうがないんですけど、ね、やっていくのがいいんじゃないかなと。 その化学薬品のお薬を飲んだときにどうして,こうて血管が締まるですか、うん、やっぱり化学薬品でも最近作られたものなんじゃないですか要は私たちの遺伝子っていうのはもうずっとアメーバの時からきて命が一回もこう途切れることなくこう、まあ、一応進化論というのが正しければですよ <laughs> あの進化してきたじゃないですか。だからずっとこの 命が続いててきたたこの私たちち DNA ででんと覚えてるんですよだから、うん、要は食べ物も自然のものってずっと来ましたよねずっとでここ最近じゃないですかあの添加物だったり、まあ、添加物も自然のものもあるけどこう化学薬品だったりとかこう今までの人類、まあ、動物の時代からなかったものに触れるっていうのがだからやっぱりこうやばいこれ今まで感じたことない知らないやつだ、うん、ってなってこう体をギュッと身構えるから交感神経がうん。うん いううになって、で、血管が締まる。そういうことなんです。そういうことなんです、ね。そう、痛み止めと思って飲むけれども、それで血管を縮めてるっていう。そう,そ,うそ,うそうです、そうです、そうです、そうです。だから、なんかできるだけ自然のもの、ね、漢方は、まあ、自然の生薬ですけど。のがあって、体はもう。自然動物として、それ、それに親しんできたから、別に。うん。がっ、うん、てならないんですよね。本当に、でも、この見極めが難しいですよね。いろんな。 で痛くなっている自分で痛くさせてしまっているのかもしれないけれどもな、ね、そうそうそうだからいつも本当いつも基本は自分の生活をここをしっかり整えないとここがぐちゃぐちゃでそりゃ頭痛くなる、ね、ような生活してたらですよここぐちゃぐちゃでいつも痛み止め飲んでてねだからここまで自分で整えるようにする基本生活ですね睡眠食事運動とかいろいろありますそこをガチッとやる。 でそこがちょっと外れたときには漢方薬でこう漢方薬って乱れたところを元に戻そうってこう手助けしてくれる自分私たちの自然治癒力をこう、あのー、引き出して元に戻そうとするのを助けてくれるもの、うん、だからここをきちんとやっといて乱れちゃったときはそれを力を借りてちょっとこう助けてもらう、うん、でどうしてもダメなときは化学薬品でピンポイントに直してもらうって。だから 順番はこううだと思うんですよね <laughs> 土台がきちんと自分の具合を相談しながらアドバイスをいただける専門の皆先生のような方がいらっしゃると本当にありがたいないわゆる普通のクリニックに行くとなかなかそこまで丁寧にしていただけないじゃないですか。 ねまあ、先生たちもね午前中だけ何百人とかね、はい、もう本当に時間、説明したいと思っても多分なかなかできないと思うんですよ。はい、であとは、もうはいじゃあまた同じ薬出しておきますねって患者さんもんで飲んでるんだっけっていうのもありますもんね,、はいねもはい、お聞きの皆さん、ね、すごく参考になると思うのではい。はい また先生はいよろししくお願いします皆さんこんにちはこのチャンネルでは健康になるための情報をたくさんお届けしていますのでぜひチャンネル登録をお願いしますまた実際に診察を受けたいという方またはファスティングにチャレンジしてみたいという方はぜひクリニックやサナトリウムにお問い合わせいただければと思います皆様にねお会いできることを楽しみにしております